おはろばは、せつです。見てくれてありがとうございます。今回はアサルトライフルの二つ目の武器ですね。KN57。KN57 の方がなんか語呂いいかな。KN57 ですね。こちらを紹介していきます。みんな大好き AK ですね。あと BO3 にもあった KN とほぼ一緒ですね。で、こちらはバランスが良く中程度の反動。使っててね、とてもやっぱ使いやすかったですよ。で、相談数が35発ですね。敵のタックデプロイビーコンが起動。はい、行きましょうかね。久々にスペシャリスト選べるよ。よし、じゃあこいやつで行きましょうかね。そして今回のアタッチメントがグリップグイコドローってな感じで適当に出たやつつけていっております。よし、じゃあこれでやっていきます。チームデスマッチ、まずは有刺鉄線を。裏取りとかが嫌だからこの辺に仕掛けたいと思うので仕掛けます。敵のタックデプロイビーコン。そしてちょっと進んで、危なかった。ちょっとエムが来てないな。オッケーだ。やーべー、使いやすい。特にグリップついてるからね、めちゃめちゃ反動が制御されてる。敵のタックデプロイビーコンを破壊した。左は大丈夫だと信じよう。こっちをずっと見とけばいい。何？あと一発。ここはリロードしよう。味方頼んだ。どうだろう、倒せてないよねあれ多分。これでちょっとは入れないだろう。後ろちょっと怖いな。大丈夫かな。俺ここ見とこう。やっぱよし、倒した。なんで後ろから蹴るんだ。あれ、有刺鉄線どうしたの。え、どうやって来たんだ。他に行ける場所あったっけな。あ、完全に盲点だった。あぶない。そういえばね、こっち側からも確かあれあれ？あー、え？わかんないわかんない。どうやって来たんだろう。あれか、普通に左側の通路から回ってきたんだろうね。誰も見てなかったんだろうな。ちくしょう、やられたな。ここにも仕掛けとこう。嫌だから。あれあれあれ、危ねかった。さて、そろそろ盾を作ってもいいんじゃないか。よし、危なかったぜ。あ、これも最強じゃん。ここもう要塞化してるよ。ここ上にいない。あ、誰か来てないか。いや、来てるな。有刺鉄線を置きたいんだけど、置いとこう。ちょっと攻めていこうか、強気にね。ね、 UAV 破壊しようとしてない。どこ行った。回ったかな、あっちに。補給屋が回転だ。ターゲットダウン。 OK。 よし、UAV 行ったぞ。さあ、ここに入ってくれりゃいいけど。オッケー、もう一人来るんじゃないかな。敵に UAV を破壊された。破壊されちゃったね。有刺鉄線置いとこうか。し、いいぞ。そしてここ要塞か。ここ最強すぎる。後ろから来たら終わり。大丈夫かな。あ、やられてる。何言ってんね。
通知する。敵のタクプロイビーコン。危ねえ。ちょっと待って。キャパケ出したい。味方さん取ってもいいけど、ちゃんとキャバ系を守ってくれりゃ、うん、普通に取っていいです。使用施設に溜まったね。ライトニングストライク、危ねえ危ねえ。そうだった、ここ登れちゃうんだったな。もうついついね、登れないと思い込んでしまう。初めて使うな、この辺か。あと200ポイントで戦闘ヘリですね。危なかったな。よし、戦闘ヘリ行ったぞ。初めての戦闘ヘリ、どんな感じかな。まあ結構ね、敵が出してるの見たことあるんだけど、自分で出したことが一切ないからね。今回は運よく行ったんだが、アサルトパックをいただけなかった。撃破した。オッケー。ミッションタイム 50% 経過。盾をこの辺に出しましょうか。ないな。あ、ここはさすがに狭すぎる。よし、頼んだぞ。あれは無理か。よし。うわー、マジかよ、ショットガンじゃんか。あれ、それはモグじゃないか。おかしいな。え、ヘッドショットでもなかったよな。なぜ俺はワンショットキルされたんだ。ちょっと腑に落ちなさすぎるんだが、あまりにもそれは理解できない。ゲセヌ、しかしゲセヌ。あ、誰か引っかかってる人いる。後ろからこんにちは。我々が優勢だ。勝利をつかみ取れ。ああ、盲点だった。後ろ、あれ、味方。危ない。味方のタックデプロイビーコンオフライン。そこに。オッケー。ああ、これこっちから湧いてんのか。あ、マジか。こんな変なとこに仕掛けるかな、普通。いるな。うわあ、調子に乗って前に出すぎたわ。バリケードを設置する。こっち来い。やられてるな。おお、やったぜ、勝ったぞ。はい、ということで25キルの5です。おお、いいんじゃない。やっぱこの武器強えわ。安心して撃てるし、リコイル制御必要ないからね。ああ、よかった。てなわけで今回は KN57 ですね、使っていって、めちゃくちゃ強い。でもただね、タイタンの方がまだガチ武器かな、個人的に。それじゃあまた次回ですね、別の銃を紹介していきますので、もしよろしければぜひ見てください。それじゃあファモッ。